皆さんこんにちは、レザーワークス一点です。今回の動画は、はい、大変お待たせしました、はい、お待たせしましたあのレザーワークス一点のねオンライン講座、うん、第3弾、はい、準備がねできてある程度はねできていたんですけどね、うんうん、あのパソコンの破損により動画がぶっ飛んでしまって、はい、なかなか伸ばし伸ばしになってしまっていたんですけども、第3弾はこちらポーチですね。はい、はい、こちらをね、この動画が上がるタイミングで販売を開始しております。で、まあ、今回のねテーマはこちらのポーチなんですけども、うん、まずね、仕様に関してはこちらのねサンプル、この本体とマチとパイピング、うん、それぞれ違う色になっているんですけども、うん、今回ホームページのシステム上、選択する項目がね3つしか設けることができないんですね、うんうん、なので今回は、本体とマチパーツは、うん、同色にさせてもらいます。はい、はい、まあ、初回のカラーリング、これねまた変更していくと思うんですけども、初回のカラーリングはオレンジ、うん、それから見えてます、はい、ダークグレーじゃないライトグレー、はい、ライトグレージュかな、はい、と定まってる、コニャック、コニャック、うんと、ちょっとなんていうのかな、普通の茶色よりも黄色みがあるような茶色ですね、うん、いい色ですよね、うん、これはね数少ないので、はいはい、本体のカラーリングが、このとりあえず初回は3色、はい、でパイピングのカラーですね、こちらパイピングのカラーは少し前にパイピング製作キット販売したじゃないですか、うんうん、はい、あそこにねいろんなカラーリング載っているんですけども、うん、あんな感じのカラーリング、まあ、何色か用意しておきます、はい、画像も載せておきます。それからね今回はファスナーですね、はい、結構ねファスナーのカラーリング変えるだけでイメージが変わります。はい、こんな感じでかなりあります。ファスナーカラーはね全部で12色用意しています、はい、でエバーブライト、うんうん、なかなかねスタンダードファスナー、スタンダードのメタルファスナーと、まあ、エクセラあたりは一般的に使われている、うん、手に入れることもできるファスナーなんですけども、このねエバーブライトってあんまり売ってるの見かけたことないんですよ、うんうん、とてもねいいファスナーだと思います。で、こちらが12色、金属のメタルの部分の色はゴールドで統一しています、はい、この3項目をチェックボックスで、うんうん、チェックボックスプルダウンか何かで選択ができるようになっていますので、うん、こちらをね好きな組み合わせ自分仕様で選ぶことができる内容になっています、はい、で今回はですね裁断も全部今回というかいつも裁断は全部してある状態、はい、で、センターライン中心の印とかマーキングもしてある状態なので、うん、制作自体の難易度はそんなに高くないんですけども、今回ね学べることですね、はいはい、まず大きな項目としてこういうポーチの通し鉢、うんうん、同パーツ2分割で通し鉢になっている、はい、でこの 上の鉢と下の鉢が途中でつながれているっていう感じですね、うんうん、はい、こちらの作り方、それからあとはねパイピングの取り付けですね、はい、前回第2弾 のスマホポーチあったじゃないですか、はい、あれって3方のパイピングだったんですよね、うんうん、つながっていない上がパイピングつながっていないものだったんですけども、今回はぐるっと一周するパイピングの付け方、はい、これもねいろんなバッグとかに使う技法なので、やっておくといいかなと思うポイントですね。それから、このね通し待ちの本体同パーツと通し待ちのこの組み立て方、うん、これがね結構難しいんですよ、うんうんうん、これ組み立て方でいうと前回のスマホポーチもパイピング同様上が空いているので横と下と横、うん、3面を合わせていく、しかもマチパーツがないアイテムだったじゃないですか、はい、銅が2面くっついてるだけ、うん、で今回は銅に対してマチをぐるっと一周つけなければいけない、それを表裏両方やらなきゃいけないという構造なので、うん、ここのね通しマチと本体の組み立てのポイントっていうのもすごくねいろんなことが含まれている作業になるので、そこら辺もねしっかりと学べる内容になっているかなと思います、はい、あとファスナーもですよね、うん、ファスナーの付け方、
あ、そうそう、それ今から言うところだったんですけど、いいよいいよ、はい、そのまま行きましょうか。で、ね、大きな項目としてはそんな感じなんですけども、うん、細かなね項目、はいはい、今言ったような、まずねこのファスナーの両サイドの減り返し、うん、ここね切って小刃処理じゃなくて、うん、減り返しなんですね、うんうん、これ革すき機があって、減りすきがしっかりとやってある状態で減りを返すっていう環境にない方、うん、手すきだったりとか、うん、切って小刃処理されている方なんかはこの減り返しっていう習慣がなかったりすることもあると思うので、うん、まずはその減り返しね、はい、それから異素材同士のファスナーの取り付け、まあ、要は革の銀面とナイロンのテープの部分の異素材の貼り合わせですよね、うん、ここのポイントもね、あの動画のテロップ入れていて分かったと思うんですけども、結構あの注意しなきゃいけないポイントたくさんありましたよね、うん、たくさんありました、ね、このマチパーツとファスナーの取り付けのポイントですね、はい、ここもねいろいろ含まれている。それからね、こう内縫い構造、縫った後にひっくり返すので、うん、この内縫い構造の穴開け、要は床面同士、あの内縫い構造っていうことは銀面同士の貼り合わせなので、うん、穴開けは床面側から穴開けることになるんですよね、うんうん、なのでこのね内縫い構造の穴開けっていうのも結構ね気をつけなければいけないことがある、はい、それからひっくり返し方、うん、これもねバッグとかの大きさによってやりやすいものとかやりにくいものいろいろあるんですけども、ポイントを押さえておくときれいにひっくり返すことができる、うんうんうん、シワが入りにくいようにね、うんうんうん、ひっくり返し方、はい、ここら辺なんですけども、あとね、地味にね学べること、地味に、地味に学べること、こういうね内縫い構造ってさ、ここ R になってるでしょ、うん、パーツの状態のこの R の大きさ、うんうん、これねキットが届いたらこの R の大きさ測ってもらいたいんですけども、うん、この R の大きさにしたものをひっくり返した時にどれくらい小さくなるか、うんうん、R が、うんうんうん、これ基準持ってないと、あの作る小物とか作って、スマホポーチとかね、前回のもともと作った R が小さすぎてひっくり返したら直角みたいな感じになっちゃったりとかっていうのがあったりするので、うん、パーツの段階でいくつの R にしたものをひっくり返すとどれぐらいの R の大きさになるかっていう、この差を自分で測ることができる、うん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 、それと同時に、内縫い構造、要はパーツの横幅、うん、高さ、パーツの段階でのサイズとひっくり返した時のサイズにどれだけ差ができるかっていうのも、型紙を作っていくときにクリアランスをどれだけ見なきゃいけないかっていうのを知る上で必要なこと、はいはい、なのでこの辺もね結構重要、うんうん、盛りだくさんですね、うん、なのでそこら辺はねもうキットが届いてバーって作業どんどん進めちゃって、うんうん、いくつだったかなっていうのを後から測ろうと思ったらもう一回ひっくり返さなければいけなくなるので、うんうん、ぜひねパーツの段階で自分の、 あのデータとして取っておいておくと、はい、あの後々あの活用できる情報かなと思います。このねポーチの作り方を学ぶと、うん、後々役立つことのご紹介、うんうん、この作り方が分かるとこれを大きくしてハンドルをつけたらブリーフケースになる、はいね、でこれを縦にしてこういうストラップパーツを取り付けたらボディバッグになる、うんうんうん、構造は同じですよね、うんうんうん、それから横向きにしてショルダーストラップ掛けをつけたらショルダーバッグになる、うんうんうん、それからリュックの取り付け、ストラップの取り付け、ハンドルとかをつけてちょっとこう台形の形にしたらリュックにもなる、うんうん、という感じであらゆるバッグ類の基礎となる構造なんですよね、うんうん、まあ、ここに今回はインナーなしなんですけども、うんうん、インナー貼り合わせたりとか、はい、インナー後から落としたりとかってするとこういういろんなアイテムに対応できるようになり、なると思いますので、結構ねシンプルなポーチって思うかもしれないですけども、それらのねことが学べるので、うんうん、すごく重要なアイテムかなと個人的にはね思います。はい、はい、ということで、はい、レザーワークス1点のオンライン講座第3弾、こちらのねポーチのご紹介でした。はい、ぜひたくさんの方にご参加いただければ嬉しいです。ちょっといいですか。はい、もう終わりですか。はい、大体送り方と送料について、あ、そうね、言わないと、あ、そうね、うん、送り方は
レターパック全国一律、うん、で厚みがないと思いますので370でしたっけ、はい、で大丈夫だと思います、うんうん、これは毎回のことなんですけども、うん、ちょっといいですかその説明ホームページのそう、そう、あのホームページのストックリストから買うと自動的にあのヤマトの、うん、ヤマト運輸の送料が自動的に加算された金額で合計金額のメールが行ってしまうんですけれど、うんうん、とホームページのシステム上この商品だけ370円の送料ですっていうふうには変更ができないので、うん、申し訳ないですけれど、自動の配信メールがまず行ってしまうんですけど、うん、その金額は間違った送料が加算されているので、うん、その改めてその後にこちらから正しい370円の送料を足した合計の正しい合計のメールを送りますので、はい、それまではあのお振り込みをしないようにお願いします。そうですね。その点よろしくお願いします。自動配信がね、行ってすぐにあのウェブバンクで手続きされちゃう方もいらっしゃいますので、うん、それだけねちょっと気をつけていただければ。はい。あと代引きは、あ、そうですね。ませんね。うん。あの発送があのレターパックなので、はい、あのお振り込みだけになってしまいますので、はい、よろしくお願いします。すみません。お願いします。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなと思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。